第44回スーパーボールは2010年2月7日にフロリダ州マイアメガーデンズのサンライフスタジアムで開催されたアメリカンフットボールの試合。プレーオフを勝ち上がったニューオーリンズ・セインツとインディアナポリス・コルツとの対戦となった。セインツは1967年のチーム結成以来初出場。コルツは1953年にボルチモア・コルツとして チーム結成以来4回目の出場。マイアミで行われるスーパーボウルで、コルツは1969年の第3回は敗れたが1971年の第5回、2007年の第41回は優勝している。3年ぶりのスーパーボウル制覇を目指したコルツは、最終第4球で逆転され、創設43シーズン目で初出場したセインツが31から17で、 初優勝を果たした。MVP には、セインツの QB ドリューブリーズが選ばれた。2005年5月23日の NFL オーナー会議での投票で、ニューヨークに建設されて2008年から、ニューヨークジェッツの本拠地となる、予定のウエストサイドスタジアムで開催することが決まっていた。しかしニューヨークが2012年オリンピックの誘致に失敗し、ニューヨーク州政府が、 建設費に300万ドルを出すことを拒否したため、開催地は白紙に戻った。NFL は第43回スーパーボールの開催に立候補して、敗れたアトランタ、ヒューストン、マイアミを開催地候補に選んだ。2008年10月6日にマイアミドルフィンズの本拠であるサンライフスタジアムでの開催が決定された。フロリダ州南部でのスーパーボール開催は10回目となった。 第43回スーパーボールの開催地が同じフロリダ州のンパであり同じ州でのスーパーボール開催が連続したのは史上3回目のことであった。マイアミは2001年にアメリカ同時多発テロが起きて以降スーパーボールが国家特別警備行事になってから2度目の開催となる初めての都市となった。これまでプロボウルはスーパーボールや NFL チャンピオンシップゲームの 開催された後に行われていたが、カンファレンスチャンピオンシップゲームとスーパーボールの間の週に開催されることが2008年12月に発表された。また、開催地もスーパーボールと同じドルフィンスタジアムで行われることとなり1979年以来、アロハスタジアム以外での開催となった。スーパーボールに出場するチームの選手は、 プロボールには出場しないことが予想されている。従来通りスーパーボールの翌週の2月14日に開催した場合、NBA オールスターゲームバンクーバーオリンピック第52回デートナ500と競合する日程であった。QB マニングコルツは NFL ベストの14勝2敗でシーズンを終えて3年ぶりのスーパーボールを目指した。コルツのパワフルなオフェンスは、 プロボール選出10回のペイトン・マニングに引きられ、マニングは4500ヤードを獲得、33タッチダウンパス、16ヒンターセプト、q b レーティング99.9でシーズンを終え4度目の MVP に選ばれた。主なパスターゲットは、レジー・ウェイン、ダラス・クラークでそれぞれ100キャッチ。ウェインはチームトップの1260ヤード、クラークは1106ヤードを稼いだ。 他にも、オースティン・コリーが60回のキャッチで676ヤード、7タッチダウン、ピエール・ガーソーンが47回のキャッチで756ヤードを獲得した。地上戦は、RB のジョセフ・ワダイが821ヤードを走り、10タッチダウンを上げるとともに51回のキャッチで336ヤードを獲得、3タッチダウンを上げた。またオフェンスラインは、 プロボールセンターのジェフ・サタデーに引きられた。ディフェンスラインはプロボールに選ばれたロバート・マシス、ドワイト・フリーニーに引きられた。フリーニーはチームトップの13.5サックを上げ、マチスも9.5サック、ーファンブル・フォースの成績を上げた。ラインバッカーのクリント・セッション、ゲイリー・ブラケットはそれぞれ80タックルを上げた。プロボールセーフティのアントワン・ベセアは70タックル、 4インターセプトの成績を上げた。新ヘッドコーチとなったジム・コールドウェルの下、チームは開幕から14連勝し、ニューヨークジェッツ戦の途中から主力選手を下げたため15から29と敗れ、連勝が止まった。コールドウェルヘッドコーチは、レギュラーシーズン16連勝よりもスーパーボールに優勝するのための決定を下した。最終週も敗れて14勝2敗となった。 QB ブリーズ NFC ベストの13勝3敗で、レギュラーシーズンを終えたセインツは、チーム創設43年目で、初のスーパーボール出場を果たした。セインツの歴史は、長い苦難の道のりであり、1967年に創設されたセインツは1987年まで、勝ち越しすることなく、2000年のレギュラーシーズン後の、プレーオフで、セントルイスラムズを破りようやく、 プレイオフ初勝利を挙げた。2005年にはハリケーンカトリーナの被害で本拠地のルイジアナスーパードームは大きな被害を受けてバトンルージュにあるルイジアナ州立大学のタイガースタジアム、サンアントニオのアラモドーム、開幕戦はアウェーであるニューヨークジャイアンツの本拠地、ジャイアンツスタジアムで行うなど地元でのホームゲーム開催ができずに3勝13敗に終わった。 しかしオフシーズンにプロボール q b のドリューブリーズを獲得、ドラフトでハイズマン賞受賞者のレジー・ブッシュ、WR のマーカス・コルストンを獲得した。2006年にチームは10勝6敗で終え、初めて NFC チャンピオンシップゲームまで進出したが、シカゴ・ベアーズに敗れてスーパーボール出場はならなかった。続く2シーズンはプレイオフ出場を果たせなかったが、 新しい戦力を加え2009年スーパーボールを目指す戦力が整った。セインツのオフェンスは NFL トップの1試合あたり32得点を上げた。ブリーズは NFL 記録のパス成功率 70.6%4338 ヤード獲得34タッチダウンパス11非インターセプトの成績を残し NFL トップの QB レーティング109.6でシーズンを終えた。メインターゲットのコルストンは70回のキャッチで1074ヤードを獲得し9タッチダウンを上げた。またデバリー・ヘンダーソンが51回のキャッチ、ロバート・ミーチェムが45回のキャッチ、タイトエンドのジェレミー・ショッキーが48回のキャッチをマークするなどパスターゲットは多かった。地上戦はピエール・トーマス、 マイク・ベルラによって行われ、トーマスはランで793ヤードを獲得すると、共に39回のキャッチで302ヤードを獲得、ベルも654ヤードを走った。またブッシュが390ヤードを走ると共に47回のキャッチで335ヤードを獲得すると共に、パントリターンで130ヤードを稼いだ。強力なオフェンスラインからは、ガードのジャーリー、エバンス。 センターのジョナサン・グッドウィン、タックルのジョン・スティン・チコムは、プロボールに選ばれた。プロボールディフェンスラインマンのウィル・スミスは13サック、ラインバッカーのジョナサン・ビルマは、チームトップの87タックル、3インターセプトを挙げた。ディフェンスバックは12年目のベテラン、ダレン・シャーパーに引きられ彼は9回のインターセプトで、NFL 記録となる376ヤードを、リターン、3タッチダウンを挙げた。 コーナーバックのトレーシー・ポーターは49タックルで、チームは開幕から13連勝したが、その後ダラスカウ・ボーイズに17から24で敗れ、タンパベイバッカニアーズ戦では、ギャレット・ハートリーの勝ち越しを狙った FG が失敗に終わり、延長の末敗れた。最終週もブリーズに変わって、非階級 B のマーク・ブルネルが先発し、カロライナ・パンサーズ20から23で敗れたが第一。 シードを獲得、プレイオフ2試合では76得点を挙げて、スーパーボール初出場を決めた。コルツは、プレイオフ初戦のディビジョナルプレイオフで、ボルチモア・レイブンズと対戦した。9勝7敗で、ワイルドカードで、プレイオフ出場を果たしたレイブンズは、ニューイングランド・ペートリオッツのトム・ブレイディから4つのターンオーバーを奪い、3から14で勝ち上がって、来ていた。コルツは、 レイブンズの最初の攻撃で FG を許したが、マット・ストバーの FG、ウェイン、コリーへのマニングからの TD で17から3でリードしてハーフタイムを迎えた。後半エドリードが2度、マニングのパスをインターセプトしたが、最初は自身のファンブルでもう1回は他の選手の反則でインターセプトが取り消された。レイブンズのオーナー、アートモデルのチームで18シーズンプレーした。 ストバーが2本目の FG を決めて20から3で勝利した。AFC チャンピオンシップゲームは第16周で敗れたニューヨークジェッツとの対戦になった。6から17とリードされたがコリーへ3本のパスが成功し13から17と4点差でハーフタイムを迎えた。後半ガーソーン、クラークへの TD パス、ストバーの FG で得点を重ねると共に相手を 無得点に抑えて30から17で勝利した。マニングはこの試合で377ヤードを投げて、ガーソーンとコリーはそれぞれ100ヤード以上を獲得した。セインツはワイルドカードプレイオフでグリーンベイパッカーズを延長の末、51から45で破った。前年の NFC 覇者のアリゾナカージナルスを45から14で破った。この試合でセインツは 相手の最初のプレイでタッチダウンを奪われたが、ライネル・ハミルトンの1ヤードラン、シャーパーのファンブルリカバーから得た攻撃権で、ブリーズがショッキーに TD パス、パントリターンでのレジーブッシュの46ヤードリターン、TD も飛び出し、フリーフリッカーからのヘンダーソンへの TD パス、コルストンへの TD パスと、前半だけで35得点を挙げて35から14とリードした。後半にも、 ハートリーの FG、ブッシュの83ヤードのパントリターン TD で10点を加えて45から14で勝利した。ブッシュはリターンなどで217ヤードを獲得、ブリーズは247ヤードを投げて 3TD パスを成功させた。NFC チャンピオンシップゲームは11回プロボールに選出されており、ディビジョナルプレイオフのダラスカウボーイズ戦で4。 t d パスを決めたブレッドファーブのミネソタバイキングスとの対戦になった。セインツのオフェンスは、ラン、パス合計で257ヤードしか獲得できなかったがディフェンスが5回のターンオーバーを奪った。第4九周版28から28と同点で迎えた場面で、バイキングスは勝ち越し FG を狙える圏内に向けてボールを進めた。残り1分を切ってセインツは、 自陣33ヤード地点まで攻め込まれたが2回のランプレーで前進を許さず、続く相手のペナルティで38ヤードまでボールが戻った後、ファーブのパスをポーターがインターセプトし試合は延長に持ち込まれた。コイントスに勝ったセインツはピエール・トーマスが40ヤードのキックオフリターンを見せた。あと10プレイで39ヤード前進し最後はハートリーが40ヤードの FG を決めて、 スーパーボール初出場を決めた。コルツ、セインツとプレーオフ1回戦を免除されたチームがスーパーボールで対戦するのは第39回スーパーボール以来5年ぶりのこと。この間、4回のスーパーボールではいずれかのチームがワイルドカードプレーオフから勝ち上がっており、2チームは地区優勝を逃し、ワイルドカードでプレーオフ出場を決めたチームであった。 第41回スーパーボールでの孤立を含めた3チームがプレーオフ1回戦から勝ち上がりスーパーボール優勝を果たしている。また、両カンファレンスの第1シードのチーム同士の争いになるのは第28回以来16年ぶりのことであった。コルツのキックオフで試合開始。コルツはマットストバーの FG で3点先制。 その後自順4ヤードからの攻撃をマニングからガースオーンへの TD パスで締めくくりスーパーボール記録体となる96ヤードの TD ドライブが決まりコルツが10から0とリードを広げたその後セインツはギャレット・ハートリーの2本の FG で6点を返し10から6とコルツがリードしてハーフタイムを迎えた後半開始早々のキックオフでセインツは パンターのトーマス・モーステッドが、オンサイドキックを試み成功させて攻撃権を得ると、ピエール・トーマスの16ヤードの TD ランで13から10と逆転した。その後コルツは、アダイの TD ラン、セインツは FG で加点し17から16と、コルツ1点リードで第4球を迎えた。残り5分に42秒。 ショッキーへの TD パスと2ポイントコンバージョンで、セインツは24から17と最逆転した。残り3分半にトレーシー・ポーターが、マニングのパスをインターセプト、74ヤードをリターンして TD を上げ31から17と勝利を決定づけた。ブリーズはこの試合、パス39回中32回成功、288ヤードに TD を上げた。 一方マニングはパス45回中31回成功333ヤード 1td1int であった。コルツのディフェンスはセインツのラゴフェンスは止めたがブリーズを抑えることができなかった。全米での試合中継は NFL の放送を開始して50年目の CBS が行った。同局がスーパーボールの中継を行うのは 第41回スーパーボール以来であった。NFL On、CBS の解説者として知られたフィル・シムズ、実況はジムナンツが担当した。ソロモン・ウィルコツ、スティーブ・タスカーがサイドラインレポートを務めた。試合終了後には新番組、アンダーカバーボスが放送され、3860万人が視聴した。アンハイザー、ブッシュ・イン・ウェブ、キャリアビルダー、ペプシコが、 スーパーボールの広告誌としてすでに決まっていたが12月ペプシコは広告スポンサーから降りることを発表した2009年9月フリートレイがドリトスの広告をする計画であることが分かったキャリー・アンダーウッドがアメリカ国家聖賞クイーン・ラティファがアメリカ・ザ・ビューティフルを歌った11月26日放送のザ・イヌ・ウェフ・エル・トゥデイでハーフタイムショーにザ・フーの起用が発表された スポンサーは3年連続でブリジストンが担当。企画制作はホワイトチェリーエンターテインメントである。ありがとうございます。